俺のあのね、あの次の方言ったら次岡村だから。え？いや。岡どうすんの？岡どうすんの？現役やるんだって。現役やるんだって。もう無理やって。言うなって。諦めろ。やらせろ。やらせろ。才能ないって。知ってる。12年目の11年前に気づいた。熊本で気づいたもん。紅白戦とかなんかチーム練習始まるたびに外のなんか端っこでボルマスさせられてたわ。練習終わった後坂道ダッシュとかさせられてたな。それ言うてたな。ほんまに。監督誰？この時は高橋さん、マジ怖かった。めっちゃ怖いんだよな。マジ怖い。北さんとどっち怖い？北さん。お怖いよ。だけ怖い。マジで北さんの方が怖いんだやっぱ。北さんの方がだってもうなんかそれこそクビになって北さんからもう電話もらって頑張ろう頑張れよみたいな感じで言われる電話最初、うん、で出んとこかなぐらい思ってました怖くて。やば。そんぐらい怖かったっけど今は全然ですけど。まあよく怒られてたもんな。岡はプレイすることに北さんの顔ばっか見てたやん。いや顔もう最後の方顔も見れてへんかった。上見てたもん途中。だからやっぱ空見てた。アウェイの1年目の駅伝の時にもう分かるわ。カパチン行かれたからな。パチン行かれたし、そうめっちゃ怒られた後に T さんがそんなん知らんから上からダメだダメだこのままじゃやべえとか言ってでかい声で帰ってきて、そのさん見てた。あれでしょ、メンバー入ってなかったよ。怪我してたんじゃないですか。そうやね。でもアウェー全員見に来てたから。ねえ、愛媛戦はね。あの、LINE、あれでしょ、LINE ってなった時じゃない。そうそうそう。なってたわ。なったよね。でもさ、あの時、ほんま T さんはさ、俺じゃねえよみたいな雰囲気出してさ。やばいよ、アイムさん。アイムせこい。ほんまに、なんか。せこいんですよね。なんかちょっといつも柔らかいのに、なんか自分 LINE とかなった時になんか結構怖めの雰囲気出して、俺じゃねえしみたいな。誰もキーさんとは言葉に出してへんけど、みんなは絶対キーさんやなと思ってるのをキーさんが感じて、俺じゃねえしみたいな感じの雰囲気出して帰っていく。ちょっと怒った。そう、なんかちょっと怒ってる感じだって。なあ。あの時だけがあのなんか唯一先輩感出すみたいな。違う、怒ってない、怒ってない。やばいと思って真面目な顔してるだけ。ああ、そういうことね。そうそうそう、やばいと思って。俺は知らんとかじゃなくて、いじんなよとかそういうんじゃないよ。やばいやばいっていう顔。顔が濃いからな。いやでもここにいた人全員はもうここ、まあ、高木さん、まあそんな怒られんかったキーさんとか俺らはめっちゃ怒られてたんやから3人は。いや俺はもう怒られちゃう。僕は俺だって1年夏前にあの北さんにブチ切れた時に丸亀競技場で怒られてる反対側向いて干されたからな3ヶ月。10試合干された。もうこれインスタライブで何回も話してるんですけど、あのセレッソの時の兄弟と。じゃあ言い方、じゃあいいじゃん。よう、知ってるやつおったな。柿谷にサインもらえ話や。あ、じゃあいい。それ全部言わんで、それ教えて、それどういう話。いや、全部言った。こっち言ってる。どういう話。懐かしいな、これもやってたな。全部先言われて。全部先言われて。僕だからにされる。え、おっかさ、トライアウトは、はい、どんな楽しかったですよ。もう2回目なんで、ある程度容量というか、こう最初めっちゃ全然話さないじゃないですかみんな。けどアップしだすと結構みんなチームとしてちょっとこうやっていこうみたいな、自分の評価にもつながるから、
後半ぐらいになったらもう若い20歳ぐらいの同じチームの子にもうやる気ないなゼロとかでめちゃくちゃ叫んでました。え？岡がみんな、はい、もうトライアウトで結構タラタラやってたんですよ。なんかボールパンで見せたらあーみたいな、うん、嘘でしょ。うん、はい、だからみんな最後のつもりにやってるから、うん、お前ちゃんとやるよって言ったら、なんか相手のフォワードに誰とかってめっちゃ聞かれました。誰のことって言われて。誰のこと、うん、誰のこと言ってんのみたいな。では、トライアウト2回目 ?2 回目です。で、全然今回も雰囲気違かった。ちょっと違いましたね。結構僕らたまたまなんかわかんないですけど、ベテランの方多くて、ベルディの柴崎さんとかゴールキーパーの、はい、ああ、柴崎とか高崎さんとか、おお、その辺もいたんで雰囲気が違ったっていうか、いい意味でその人たちがこうまとめてくれてたんで、で僕らの午前の、うん、僕ら午前やったんですけど、午後にそのゴールキーパーの子がちょっと怪我してしまったっていうのは、ああ、はい、あった、ピーター君、はい、なんだっけ、はい、ピーター君、ピーター君、うん。うん、そう、そんなんはありながらも、まあ、みんなアピールはできたんじゃないですかね。まあみんな必死やからな。あの場面はめっちゃみんなドリブル、あとなんかもうカウンターの試合みたいなのも大変でしたもん。なあ。もうゴール前行ったらボランチ2人とも上がってるから、テント逆で。で、クリアしたらめちゃくちゃあるから、もう一斉にダッシュでカウンターを阻止するみたいな感じになる。え、岡、あれ、うん、はい、あさって。朝？あさって。はい。たぬきのセレクション行こうぜ。あ、俺もそれ、マジで、うん、行って、ユニフォーム着て行っていいっすか？行こう。25の。俺行きますよ。え、お前行くの？いや、岡村と、行こうかなと思って。あ、でも行ったわ。でも俺午前中で帰るなもんから。昼飯一人っすわ。もうまず50メートル走であかんから。もしあったとしても、お前がうどん屋行くんだったらそれに付き合ってやめるわ。じゃあ俺もうどん屋行くんだ。やめんのかい。やめんなよ。じゃあ俺めっちゃ頑張ろう。50メートルだけ、ここに残るっていうのだけ目標にして頑張ろう。契約勝ち取るんじゃなくて、ここに残る、ここに残るっていう。一個一個の積み重ねが大事やから、やっぱり。全国が違う。俺も行こうかな。それいいじゃないですか。行きましょう。俺も行っていい。その年代のユニフォーム着ていこうや。だから前半2015年とか後半2014年とかで分けましょう。アウェイのとこ。いやでもお前午前中にお前 50m 足遅くて、お前もう午後練習できない。やばやばやばやべえ。午前中でマジ一次試験で落ちる。ほんなら足遅いから、ほんならうどん食って帰ろう。うん、おいしいうどん。帰ろう。畜生行こう。畜生行くな、多分。え、オカ、全然まだオカないの？ねえ、まだ全然決まってないです。え、トライアウトの時も何も？あの、今年、その、鉄拳っていうか、スカウトと、あっちゃダメだった。接種って感じ知らんの？石鹸って言うじゃないですか。石鹸でもこれコメントで多分石鹸で分かる人いると思う。あって喋ったらダメなの。そう、あの道なかったその。え、そうなの？あの部屋ないの？はい。で、なんか、事前に登録した、なんか ID みたいなんで、トライアウトで、なんか興味持ってきてるチームが分かるようになってたんですよ。自分のアカウントに来るんですよ。携帯で見えるような。はい。すごくないですか？毎日見てたんですけど、うん、ゼロクラブがあなたを求めていますって、そのやり方やめとかでずっと思ってた。おい、その画面見せろよ。いや、ほんまにゼロクラブがあなたを求めています。あ、これ携帯だから見れねえか。見れないんですけど、ほんまにゼロクラブがあなたをの興味持ってます。ゼロクラブって言うなよ。書くな。うん、オッケー。え、岡もういいよ。ちょっと契約書のゼロってやつ見せてくれ。やめろ、全部僕言った。もういらないろ、あれ。あれ、破ったのかな思ったけども。してた。マジで。どっかある。どっかある。ゼロやったな。ゼロっていうか、何も白紙やった。白紙ではないだろ。いや、白紙でしょ。
え、だってあなたと契約を結びませんっていうところに丸ついてる。丸ついてました。だからその下の金額とかよくゼロって書かれるっていうじゃないですか。うん、あれゼロじゃないですみんな。いやあれだ、4番とか、ま、あれやろ、丸されてるだけやろ。はい、そうです。どうでしょう、まあ、それがイコールゼロやからな。そう、なんかゼロ円定時って言うじゃないですか。うん、あれゼロ円じゃなくても白紙です。あ、まあ確かにな、4番に丸ついてるだけだからな。そう、さ、え、サネキのセレクションで金いるんですかね。いるよ。参加費1万ぐらいですか。ああ、そうやな。